誰にどういうメリットがあるんですか。でもいくらぐらいなのかなってのがちょっと見えないからね、わかんないね。資金提供者に対するなんかリスペクトがないなってちょっと思ってます。ありがとうございます。でも逆の立場だと出します。嫌ですよね、その倍にしかなんない賭けって嫌ですよね。うん。それでは今回の事業プラン、簡単にまずご説明いただいてもいいですか。はい。この相談箱というウェブサービスをグロースしたいっていうことなんですけど、じゃあこのウェブサービス相談箱って何ぞやってお話で、まあ、簡単に例えを用いてご説明させていただきますと、 YouTube の生配信、 YouTube ライブってご存知かと思うんですけど、そこにこうスーパーチャットと呼ばれるこう投げ銭の仕組みがあると思うんですね。それをテキストベースの静的な形でいつでもコミュニケーションできるよっていう例え、もしくは質問箱とかマシュマロっていう質問募集ウェブサービスご存知の方いらっしゃいましたら、そこで質問を送る側が自分の投稿に投げ銭っていう付加価値をつけることによって、投げ銭つけてるから答えてよっていう風にするというようなウェブサービスです。で、それが今ベータ版ということで去年の4月にリリースしたんですけど、もっともっとユーザー数だったり収益性を増していきたいということで、正式リリースを視野に入れた上で、資金調達をしてがっつり開発を進めることによってグロースさせていきたいというようなことになっております。で、結局今これ質問、例えば俺とかもインスタで質問箱に質問もらって答えるっていうのを別にまあ無料でやってるんですけど、はい、有料化するっていうのは誰にどういうメリットがあるんですか。まずその視聴者さんというかファンの方にとって、例えば木村拓哉さん、分かりやすいと思うんで、木村拓哉さんが俺になんか質問とか相談受け付けるよっていう風な話があったとしたら、うわーってくると思うんですね。で、その中でめっちゃ例えば本当に生き死にがかかってるみたいな方が答えてくれって言っても多分もう数万来るから埋もれちゃうと思うんですよ。そういう中でまあそこに投げ銭だったりなんかあると、あ、じゃあこれ熱量が反映されやすいじゃないですか。はい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 。だからそのキムタク側に届きやすいっていうのがファンとしてのメリットで、キムタク側のメリットとしてはどれに答えたらいいのってなるんですよ。だからもう数万件来ると差別になっちゃいますもんね。そう、差別になっちゃうから、はい、じゃあ投げ銭があるやつから答えるよ。で、これって2チャンネル作った西村博之さんが YouTube の生配信でやってることなんですね、うん、普通のコメントも拾ってるともうさばききれないから投げ銭のやつだけ読みますっていう風に言ってたりするんですよ、うん、そういうのが着想、サービスの着想の元博之さんなんですけど、もう噛み合わさってウィンウィンになるんじゃないかな。なるほどね。いつ答えてもそのまあ金額が入るっていうことですね。そうですね、まあ、基本的に僕が考えてるインフルエンサーさんってやっぱ忙しいよねって時で、じゃあそう、ライブ配信もやっぱり準備もいるし、その時にしか答えられないと、なんかね、ひろゆきさんとか不定期でやってるんで、僕も遅れたことがないんですよ。なんかたまたまその、ライブに、まあ、要は参加できないから、エンカウントできないってことですよね。そうそうそう。はい、だからいつでも遅れて、そしていつでも手すきに返せるって、それだけウィンウィンだよね。っていうような感じです。変な質問ですけど、はい、僕だったらいくら稼げますかね。一応その、ツイッターに発信するっていう手では、既存の質問箱とかマシュマロとかと同じ拡散力はあるかなとは思って。で、それをそのままツイッターには使えるわけですね、これは。はい。なるほど。で、その上で、正式リリースにあたって、課題としてやっぱ、インフルエンサーさんの収益を上げたいっていうのはすごいあるんですよ。で、これはその、開発リソースが間に合ってからですけど、まあ、サブスクリプションだったりそういうのは入れていきたいな。で、なんで今収益が低いかっていうと、1個の質問相談に対して1回お金が入るっていう形なんですよ、基本的に。で、また別のその投げ銭プランとして、答えてくれてありがとう、参考になったよのもあるんですけど、結局その1個の質疑応答に対して発生する投げ銭っていうのが多分少ないんですね。多分5回以内だと思うんですよ。だから稼働すればするほど儲かるけど、その稼働にも限度があるからこそ、じゃあもっと俺が1回答えただけでいろんな人が見ていろんな人が参考になって、その分お金が入ってくるっていうシステムになると、俺の稼働に関わらずお金が入ってくるので、より20万以上の金額が出てくると僕は思ってるんですね。っていう時に、これはちょっと頑張って答えたから、サブスクの人しか見せないよっていう風にすると、またファンクラブ的な感じになるんですけど、もうちょっと収益率は上がってくるんじゃないかなっていう風に試算しております。なるほど。よくわかりました。でも、いくらぐらいなのかなってのがちょっと見えないからね、わかんないね。ちなみに、それと、じゃあ TikTok ライブとか、なんとかアプリみたいな、ちょっとごめんなさい。投げ銭系のアプリとどっちが稼げるんですか？正直そこは競う必要はないと思っていて、今日、
共存できる。共存できると思ってます。はい。それはそのライブと文字列の違いってことですか？ライブ中に、だからひろゆきさんみたいにこういうの来てた。で、話す。ツールとして使っていただければなと思ってます。プラットフォームというよりもツールなのかなって、相談箱は。なるほどね。いや、なんかね、そう、一難ライブとかで結局ちゃんと稼げるというか、まあ本当10万、20万稼げる人たちは、もうすでにね、まあ要するにファンがいるわけじゃないですか。質問箱のツールだけにファンがいる人っていないわけですよね。そうですね。つまり他から転化してくるわけですよね。はい、だからこの質問箱自体が超絶便利じゃないと、ここに今日移す理由がないわけじゃないですか。そうですね。だったらだって別にインスタに DM 送っとけばいいわけじゃないですか。たまに答えてくれるかもしれない。でもいいわけですよね。はい。だからそのお金に魅力がある人がいなきゃいけないですよね。要はやっぱこれやることで自分の収益ツール、まあその要はチャンネルを増やすことで収益化できるっていうのが強みなんですか？一番比べるべきは、その質問箱っていう、質問箱だってマシュマロっていう普通の今まであった無料の質問募集サービスを使っている方が、無料の質問募集サービス使っているぐらいだったら投げ銭も受け付けられる相談箱を使った方がいいよね。ちょっとでもお小遣いもらえるんだからっていう人を、今は主として狙っていますね。なるほど。はい。じゃあ、ツイッター上でマシュマロで回答してるインフルエンサーさんに向けて、まあ、リーチしていくっていう。そうですね。うん。少し、ご経歴のところで、はい、収支といいますか、そこのところを見ると、はい、まあ、自己資金が今ゼロじゃないですか。はい。で、これは、まあ、ここに書いてある通りなんですよ。手持ち資金がほぼなく、自身の生活すらままならないためって書いてあるんですけど、はい、これは、人件費を見ると、経常がこう、毎月に25万円っていうことで出るんですけど、はい、これはどこに行くんですか、この25万円って。多分それは9月以降のものになっていると思うので、1000万が入ってきたらっていう話ですね。で、現在は、まあ、僕の人件費が度外視して、で、一緒にやってくれてるエンジニアの方にも、20% 渡すっていう、マイナスにはならないようになってるんで、今、手出しはサーバー代だけになってます。あ、なるほど、なるほど。あ、そういうことなんですね。でも、お金ってこっちが全部出すじゃないですか。はい、今回の、自己資金ないので。はい。はい、なんだけど、それがなんかその、マックス2000万まで返ってきておしまいってことですよね。現在の条件だとそうなります。なんで、なんかそれ逆になんか、じゃあずっとそっちも 20% ねとか、なんないのかなっていう、なんかその辺の意図ってどういう、なんかそういうのが結構なんか経営に現れると思ってるんですよ、自分は。はい。なんでどうお考えなのかなって。ありがとうございます。今、エンジニアの方に関して 20% なんで算出し、そういう、どうやって算出したかっていうと、このサービスをどんどん成長させてグロースさせていくために、じゃあ例えばフロントエンドとかデザイナーとか営業とかいろいろいるよね。で、そのうちのバックエンドって 20% だよねっていうふうに渡したんですね。で、時に、じゃあもし、じゃあ ご出資していただける時に、ちょっとぶしつけですけど、こういう形でなら俺もちょっと一噛みできるぜみたいな。手伝えるぜっていうのがあると、多分その分継続的に、じゃあ一緒にやりましょうっていうふうなお話がしやすいのかな。まさになんかそうで、そのエンジニアさんに対するリスペクトは、じゃあ 20% 損もないし、儲かったら 20% 払い続けますよって言ってリスペクトしてるかなと思うんですけど、はい、そのなんか資金提供者に対するなんかリスペクトがないなってちょっと思ってます。ありがとうございます。それに関して、まあ、これ完全に。こっちが100ゼロで全部出すのに。そうなっているのは多分現状そうで。で、なんでじゃあそう思っていたかって申しますと、今まで資金調達をしようと思っていなかったんですね。で、それがなんでかっていうと、まあ現状その手出しゼロで開発できているよね。リソースもそれまでは足りていたので、どうにかちょぼちょぼ開発していければいいよねっていうふうにずっと思っていたので、それが反映されている。でも逆の立場だと出します？嫌ですよね。その倍にしかなんない賭けって嫌ですよね。うん、かけるよあれがないじゃんね、メリット上限が決められちゃってるから、ね、うんうんうん、視聴者の皆さんに分かりやすく説明しますと、事業利益の 50% を上限2000万円までリターンします。ですから、まあ1000万円に対して上限2000万円までのリターンということで、この 50% っていうのはなぜ 50% にしたんですか？分かりやすいかなっていう形ですね。上限がなければまだなんか資金提供者に対するリスペクトあったのかなと思うんですけど、なんか上限がついてて、しかもなんかリスクだけ負うので、 なんで逆の立場だったら出しますかって聞いたんですけど、それでうんって言われちゃうと、なんか自分が美味しいと思わないもん人に食わせんなよって思う、うん、